まんちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まんちゃんです。こちらスペインはマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。こちらの私のね、まるちゃんのサバスペ講座ではですね、私の経験をもとに、ね、楽しくね、レアなスペイン情報、あとね、簡単でね、役立つね、スペイン語をね、皆様に惜しみなくお届けしておりますよ。ぜひですね、チャンネル登録をしていただいてね、今後、スペインへのご旅行、長期滞在、ワーキングホリデー、移住なんかね、お考えの皆様にね、お役に立てていただければ幸いです。あとね、もう全然もうスペインなんかもう興味ないんだよってね、いう人にもね、スペインの、ね、魅力を少しでもね、お受けできればと思ってね、頑張っておりますのでね、ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。今日はですね、まるちゃんね、もう本当簡単な、今日はもう一言ね、一言スペイン語をね、お勉強してまいりましょう。といってもまあいろいろついてくるんですけどね。というのはね、ノーですね、今日はきっぱりね、優雅にね、ノーを言おうということでね、テーマでやってまいりたいと思います。まあ日本人はね、どうしてもね、ノーっていうのがね、苦手ですよね。ノーと言わない日本人でしたっけ？昔そういうね、なんか本かなんかもありましたけれども、それはまあ確かにね、日本語で、あなた何々しましたか？いいえ、そうではありませんとかね、ご飯食べた？いいえ、まだですとかね、言わないですもんね。まあそれはね、仕方ないと思うんですけど、まあこちらのやっぱ言語が違いますのでね、スペインではこちらではね、できればきっぱりと、ノーと言わなければいけないということになってまいりますね。それによって自分のね、身を守ったりとか、まあそういうふうにして、まあコミュニケーションを取るっていうのもね、大切になるんですけど、まあその時にね、あんまりこう、ぶっきらぼうにならないで、優雅にね、エレガントにね、ノーが使えればいいなと思ってね、今日はこちらのね、テーマでお話ししていきたいと思いますよ。でね、まずはノーですね、ノーグラシアスという言葉があるんですけど、まあ、これはいいえ結構ですという感じでね、使うんですけども、これはね、この間皆さんと一緒にね、私ペルフメリアに行ってね、ちょっとなんかね、いろんなものを買いましたけども、化粧品なんかね、その時にお姉さんいましたね、例の香水持ったお姉さんね、こんな感じでやってきて、ケースプロバーノーバペルフメで検証ってね、言ってくれました。で、その時私はですね、果敢に、あ、じゃあ試すわって試したわけなんですけど、今日はね、ちょっと断りましょう。あの時もポンポスパ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 かけられちゃったんで、今日は断ることにしますね。もう一度ね、じゃあお姉さんが、ケースプロバーノーバペルフメで検証と聞いてきましたので、ノーノグラシアス、ジョノウソペルフメ。と言いました。で、これはあ、結構よって、私香水使わないんでね、というふうにお断りしました。そうすると、向こうもさ、あ、OK ってね、いう感じで、向こうに言ってくれましたよ。で、こういうふうにね、ノグラシアスというふうに使うと、もう向こうはね、そんなにこう、ご利用してこないということになりますね。あとね、よくあるのがですね、携帯電話にね、何度も何度もね、もう、1時間ごとぐらいにね、なんか、同じ番号とか、電話かかってくることあるんですよ。もう、でも、なんかもう知らない番号だし、出ないでほっとくと、まあ、仕事中なんかだとうるさいんでね、しょうがないからちょっと出てみると、なんかもう大変なスペイン語を喋るね、お兄さんとかお姉さんがね、電話の勧誘とかで多いんですけど、電話会社の勧誘ね、今使ってる会社は何ですかとか、何々しませんかとか、こういろいろどん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 説明し出すわけですよ。でね、そういうね、テレオペラドールってね、電話でいろいろ、なんでしょう、セールスをするね、お仕事にね、ラテン系のね、人が多いんです。ラティーノって言うんですけど、で、彼らのね、喋るスペイン語っていうのが、もうほぼ聞き取れないんですよ。なんか違う言語みたいで。で、ゆっくりね、喋るんですけど、彼らのスペイン語っていうのは、ちょっともう、こんな感じで、抑揚があって、まあ、サルサとかね、メレンゲ踊ってるような感じで喋るわけなんですよ。でも私たちはこういつもね、スペイン人のスペイン語ですから、こう、ダダ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 って感じで喋るようなスペイン語に慣れてるものですから、もうこれは本当に聞き取りづらいです。まあそれもあってね、もう私なんかだとね、お前だったら、まあエレガントなマルちゃんじゃない時は、ノーテンテンド、グラシアスアリオスってね、来ちゃったりしたんですけど、それではやっぱりいけませんね。2021年にかけてね、これから優雅にね、エレガントにね、生活していかなければなりません。ということでね、今日はね、どんな風に断るかね。でも、向こうの人は言ってることよくわかりません。何ギガバイツだとか、わけわからないこと言ってますので、断りましょうね。ノグラシアス、ノメインテレサ、グラシアスという感じで断りました。興味ないわ、ありがとうねっていう風に、ね、電話を切ったということになりますね。あとね、違うパターンね、またあれ、いろいろ例をね、お伝えしていきますけどもね、向こうからね、だいぶね、会ってなかったお友達がね、やってきました。ね、噂好きの、お姉さんでね、なんか、嫌だなと思いながらもね、おら、ごめんなさい、なんて言いながらね、で、こう、いろいろ説明じゃない、質問ゼミに会うわけですよ。
ほら、伸びたー、たまるちゃん、けたー、どうしたトラバンダー、ほらってね、働いてんのって聞かれましたね。働いてるね、わけないじゃないですかね、今ね。の、あらみもの、の人トラバハンド。というふうに答えました。今はね、働いてませんわよ、っていう感じで、ね。でね、あ、どうしたすか、サーダーってね、結婚してんのとかね、もう、なんかもう、家はどこに住んでんのとか、もういろんなこと聞いてくるわけですよ。そういう人が、あらみもの、天皇天皇、前の、おとろディアン、ストラゴっていうふうにね、お別れをしましょうね。もうそれうるさい人はもうちょっとね、走っていきましょう。ね、また歩いておりますとですね、今度またなんか、ちょっとやんちゃな子供が、向こうからガーッと走ってきましたよ。あ、これ嫌な予感だなと思いながら、したらこう聞くわけですよ。立ち止まって、エレチーナって聞かれました。で、これね、スペインではよくあることなんです。皆さんね、びっくりなさらないでください。中国人ですかって聞かれました。ね。で、これはね、私もね、最初、来たばっかりの頃はね、ちょっとイライラね、いちいち言われるたびにね、カチンカチンと来たりしてたんですけど、これはまあ、違いますよ。私はそうじゃありませんよ。日本人ですよ。ってね、ただ答えればいいだけのことです。だから、よそいハポネサ。っていうふうに言って返せばいい。ということになりますね。で、別に彼ら悪気があって言ってるのかもしれないですけど、もう気にしないで、それも無視してね、ことにしましょうね。ただ私ね、一度だけ怒ったことがあって、チナゴルダーって言われたんですよ。その時だけはね、太った中国人って言われた。その時だけはね、ちょっとね、怒ってね、喧嘩腰で答えたという思い出がございますよ。もうこれたくさんね例ありますけど、ね、これ最後のねパターンとしてね、今日はお友達のね誕生日 で、で彼女がねお得意なね、お料理の腕でね、なんかすごいこんなでっかいね8000キロカロリーぐらいあるねケーキを焼いてきてくれましたよ。でみんなでねじゃあ分けて食べましょうなんてことになってね、お誕生日ですからねお祝いしなきゃいけないんですけど、あなたはねあれですよ、もう3ヶ月ぐらい頑張って、ダイエットしてねようやく2キロね体重を落としたばっかりなんですよ。でね、これをまあ切り分けてくれたとしても、まあ、ワンピースね、800キロカロリーぐらいあります、このケーキ。で、それ食べちゃうともう大変なことになりますから、ああ、困ったなと思いながらもね、その子がね、米、食べろ、米って、分かってるんですよ、美味しいのはね。分かってるんです、食べろって言うわけですよ。ね、こっちがダイエットしてるのも知ってるくせにね、そういうふうに言うわけです。で、そういう場合は、グラシアス、グラシアス、ボヤプロバンポキーと、グラシアス。っていう風にちょっとね優しくね答えてあげると向こうもあんまりね無理強いしてこないと思いますよ。でちょっとね今日こんな感じで脳のね使い方をねお勉強してまいりました。あんまりねきつくノーって言うとちょっとな何この人怖いなぶきらぼうだなっていう風に思われるといけませんのでね、ちょっとねこういう風に柔らかくこうね物事がこう潤滑にいくようにですね、言葉をね使っていくといいと思います。で私ですね昔ね、一番最初にね自分でアパートを借りたね、こっちでですねスペインで来てねアパートを借りた時にね、ようやくねその頃あれですよパソコンとかね、出てきてた頃なんであれです電話をね何ですか ADSL っていうんですかあれをね、繋ごうと思って。でね、それで電話会社にね、まだスペイン語もね、もうままならない頃ですからね、困ったなと思いながらも頑張ってね、公衆電話で、まだ携帯電話もないですから、公衆電話からね、一生懸命電話するわけですよ。でね、ほら、なんてね、言ってるとお姉さんが、ね、向こうのお姉さんも困った感じでね、トゥアブラス、イングレスって聞くわけですよ。ね、英語喋るかっていうわけです。英語もね、ちょっとあれなんでね、飲むちょ、答えて。で、その後に、困ったわねって感じで、トセポイアブラフランセスフランス語喋るかって聞くわけですよ。これもっと喋るわけないじゃないですかね。ノーアブロフランセスって答えて。逆に今度聞いてやろうと思って。ね、トゥアブラスハポネスって聞いてもらって。ね、日本語喋るかって聞いてみたんですよ。そしたらお姉さんが、ノー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 アブロハプネース。エントセポイトジャマメデスポイデストディアリスパニョルってね、電話を切られたんですよ。これね、何を言ったかというとお姉さんはね、ジャマメ、ね、私にね、デスポイデストディアルエスパニョルって言ったんですよ。これはね、スペイン語勉強してからね、電話してこいって言われたっていうね、ちょっと悲しい思い出がございますよ。
で、今日これで終わらないです。それでね、それでは電話が、ね、引けないんで、ちょっと、学校の先生にね、語学学校の先生に無理言いましてね、それで、ちょっとごめん、悪いんだけど、電話してもらえませんかってことで、電話をしてもらいました。で、まあ、先生だからね、スペイン人だから、ちゃんと話が通じて、じゃあ何日にね、工事のおじさんが行きますということで、家で待ってたんですよ。で、おじさんやってきました。でね、おじさんがね、橋があるかって聞くわけですよね。エスカレーター持ってこいと思ったんですけどね、の天狗って言うと、おじさんが、バイバイ、どうせ、ボヤブスかつって、探しに行くってね、言ったっきりずっと戻ってこなくってね、また電話引けなかったっていう悲しい思い出がございましたよ。まあ、こんな感じでね、今日もね、また皆さんと楽しくお勉強してまいりました。また次回もですね、楽しくね、わかりやすいスペイン語。あとね、スペイン情報なんかもね、お伝えしていきますのでね、またよろしくお願いいたします。今回もね、ご視聴大変ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とかね、あとコメント、あと高評価ボタンなんかもよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら。アディオス。アスタルエゴー。